はい、どうも皆さん、じゃがいもです。今回は、ファイナルファンタジー16の2週目、ファイナルファンタジーチャレンジモードをクリアした感想を、セキュラに語りたいと思います。先日、ファイナルファンタジーチャレンジモードをクリアしました。トロコンも達成。というわけで、その経験をもとに、ファイナルファンタジーチャレンジモードの感想を、え、語りたいと思います。で、最後に、え、ファイナルファンタジー16の総評をして締めとしたいと思います。 ファイナルファンタジー60は面白かったのか、えー、点数〇〇点つけて、えー、締めとしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、えー、忖度なしに感想を述べます。語りますので、えー、結構酷評してます。ですので、ファイナルファンタジーチャレンジモード好きだよとか、ファイナルファンタジーチャレンジモードまだ攻略途中だよという方は、不快になる可能性がありますので、まあ、不快になりたくない方は、えー、動画を外じして去っていくことをお勧めします。では早速ね、えー 感想を語っていきたいと思います。あの、ちゃんとね、国境するけど、あの、根拠は述べますので、はい。まあ、適当に汚すわけではないので、よろしくお願いいたします。はい。では、えー、2周目、ファイナルファンタジーチャレンジモードをクリアした感想を、まず列挙したいと思います。1周目でやることが変わらない。お使いが多い。目玉がアルテマウェポンだけ。いらない。目玉として弱い。飽きてくる。慣れてくる。戦闘が単調。オートアクセサリーが使える。使った方が良い。以上です。 マイナスな意見ばかりじゃねえかって思うかもしれないですけど、私個人としてはマイナスしかなかったです。はい。まあ、これが私の正直な感想です。では、一つ一つね、理由を解説していきたいと思います。はい。では、まず一周目でやることが変わらない、お使いが多い、について語っていきたいと思います。えっとね、本当に一周目でやること変わらないんですよ。ストーリーも一本道ですし、追加要素がアルテムウェポンとアクセサリー強化だけで、隠しダンジョンもないですし、隠しボスもいない、マルチエンドもない、分岐もない。 で、サブクエが多すぎるんですよね。ストーリーが進むたびにサブクエがボンと来るんで、テンポが悪いんですよ。で、サブクエが面白いならいいんだけど、内容がつまらないんですよね。で、報酬がしょぼいんですよ。もうほ、ほとんどやる気が起きない。ただただテンポが悪いだけなんですよね。で、アクションなのか RPG なのかどっちかに振り切った方がいいと思いましたね。正直、中途半端すぎて周回したいという気が起こらない。やっぱサブクエが多いっていう、お使いが多いっていうのが周回したくならない理由の一つだと思うんですけど、あの、工作育成要素もほぼないですし、 アクションに割り切ったのであれば、もうサブクエとかいらないかもしくは本当に必要最低限で良かったんじゃないかなとは思います。そのサブクエの量を減らしたりしても、も,うもっとアクションとかね、別なところに力注いだ方が、えー、より良い作品になったんじゃないかなっていう感想ですね。はい。はい、続いて、目玉がアルティマウェポンだけ、いらない。目玉として弱いについて語りたいと思います。えー、アルティマウェポンなんですけど、これいらないよね。はい、使わないよねっていう。 えー、このアルテムウェポン最後の方のリスキーモブを倒さないと作成できないんですけど、それをね、倒せるようになった頃にはもう他に倒す敵がいないんですよね。で、アルテムウェポンなしでもラスボス倒せてしまうんですよ。これがないと倒せない敵がいない。で、別ゲーの話してしまって申し訳ないんですけど、例えばバイオハザード RE4 とかだと、最高難易度プロフェッショナルをクリアすると、えー、猫耳っていうアクセサリーとか、ハンドキャノンっていう武器が手に入るんですね。で、ハンドキャノンは、え、最大まで改造すると、 あの、大役無限になりますし、猫耳はすべての武器の弾役が無限になるんです。ですので、あ、これ使ってもう一周しようっていう楽しみがあるんです。周回しようっていう気になるんですよね。まあ、要は、最高難易度をクリアするだけの、いがある、価値があるっていうことです。でも、あの、アルテマウェポン手に入れたよし、三周目しようってならないじゃないですか。ですので、まあ、アルテマウェポンは、まあ、あの、目玉としては弱いなっていう印象です。 はい。で、あと、アクセサリー強化が、え、目玉としてあるんですけど、これ、一周目でいいよねって思いました。はい。正直、手抜き水増しっていう印象ですかね。え、一周目逆に強化できなくて素材余りまくってるし、うん。まあ、作成はできるんだけど、全く強化できなかったですよね。だからもう一周目の段階でもう、強化できてよかったじゃんっていう感じですかね。 で、二周目で強化できるんだけど、結局二周目の強化も、一周目でひ、あの、一周目のアクセサリーと二周目で拾ったアクセサリー合体させたり、装備合体させたりして、数値上げてるだけなんで、えー、これをアクセサリー強化って言っていいのかっていう、まあ、ただ数値上がってるだけじゃんっていう、まあ、手抜き水増しだよねっていう意味しようしかなかったですね。正直二周目の目玉とするには弱いかなっていうところでしたね。はい。まあ、目玉が弱いって思いました。はい、続いて、飽きてくる、慣れてくるについて語りたいと思います。 ファイナルファンタジーチャレンジモード、敵が硬いし、体力多いし、この最初から最後まで辛かったですね。で、中盤タイタンくらいから急激に空きがきます。で、召喚獣バトル1周目は楽しいんですけど、ほ2周目はね、敵の体力が多いだけで、400万超えのダメージを与えたりしてるのに全然体力減らないんですよね。30分40分ただ殴ってるだけなんで、えー 非常に辛かったです。一周目は良かったんですけど、二周目はただの繰り返しなので、えー、辛、辛みしかなかったですね。で、あのー、ボタンの表示もなくなるんですけど、別になんか、なんとなくで、あの、入力できますし、確かね、なんか黄緑が、えー、攻撃で、えー、赤が回避で、オレンジが連打とかなんですよね。まあ、画面見れば、なんとなく、その、何、何ボタンを押せばいいか察せますし、えー、別になんか、二周目ボタン消したから、えー、 楽しめるよっていう,いうふうにはならなかったですね。はい。うん。まあ、変わらないって感じ。そう変わらないっていう感じでした。はい。で、えー、正直ね、もうちょい早く私トロコンできたんですけど、やる気が起きなかったですね。はい。あのー、 よーし、FF16 の2周目、ファイナルマタリーチャレンジモードやるぞじゃなくて、あー、トロコンのためにやるかっていう、思い腰を上げてプレイするような感じでした。正直言ってしまうと。で、えー、終わった後に思ったのは、あー、FF16 楽しかったなー、もうちょっと遊びたかったなーじゃなくて、あー、やっと FF16 から解放されたよっていうアント感でしたね。はい、まあ。できればもう少し楽しくトロコンしたかったなっていう印象でした。はい。まあ。 ファイナルファンタジー16はトロコンは簡単なんですけど、トロコンがめんどくさいというか、まあ、おのののトロコンとんのが、トロフィー取るのがちょっとめんどくさいなって思いました。はい。はい、続いて、えー、戦闘が単調ということについて語りたいと思います。 えー、二周目ファイナルファンタジーチャレンジモードでは皆さんムービー飛ばすと思うんですよね。ムービーとか会話シーンは飛ばすと思うんですよ。一周目で見てるんで。そうすると戦闘がメインになると思うんですけど、えー、戦闘はやればやるほど出来があまりよろしくないということに気づいてしまうんですよね。ボタン連打するか火力重視でアビリティぶっぱするのが、えー、正解になってしまうんですよ。えー、作業感が強いんですよね。その理由として、まぁ、あ、フロムゲームみたいにエンチャントができない。あと回復魔法がない。ビルドがない。 で、クライブがね、剣しか使えないっていうのが単調な理由だと思います。もっと槍使えるとか、斧使えるとかで、アクションが変わるとかだったら、えー、楽しめたのかなと思います。はい。あと、クライブしか操作できないのが良くないですね。あの、一時的にとはいえ、あの、トルガル使えたりとか、シド使えたりとか、ジル使えたい。 あと、女子は使えたりしたらもっと楽しかったかなって思います。はい。クライムしか操作できないんで、どうしてもね、やれることが限られてしまうっていうのが、戦闘が単調になってしまう理由だなと思います。ファイドルパタジーセブン、あのー、セブンリメイクとかは、まあ、バレット使えて遠距離攻撃できたりとか、まあ、エアリス使って回復できたりとかありましたよね。はい。あのー、クラウド使って近接攻撃できたりとか、えー、楽しかったんですけど、本当にね、まあ、剣って切ってボタン連打して、えー、アビリティブッパしかやることがないんで、えー、 あの、やればやるほど、このゲーム、戦闘よくできてるなってなるんじゃなくて、やればやるほど、このゲーム、戦闘の出来あんまりよろしくないなって気づいてしまうっていうね、えー、戦闘単調でちょっと残念な仕様だったなって思います。はい、最後、オートアクセサリーが使える、使った方がいい、について語りたいと思います。あのー、これ一番疑問なんですけど、2週目ファイナルファンタジーチャレンジモード、最高難易度っていうか、高難易度を歌ってるのに、なぜかオートアクセサリー使えるんですよね。 え、オートトッチとかオートスロー使えるんで、これ付ければ別に苦戦する要素が一切ないんですよ。で、私、あの、オート回避系のアクセサリーは、まあ、トロフィーを取るときと、あとお試しあの、オート回避のアクセサリーつけると楽になるのかなって、お試しで使ったとき以外は一切使ってないんですけど、えー、使わずにクリアしたからといって、何か得るものがあったかというと、何もなかったんですよね。 虚無なんですよ。はい。まあ、そういうオートアクセサリー使わないでクリアしたとかでトロフィーもないですし、ただの自己満足になってしまっていた。正直言っちゃうと使った方がいいよねって思いました。使わないのってただの縛りプレイでしかなくて、使わなかったからといってすごい楽しくなるわけでもないですし、うん。ただただ辛かったです。はい。多分正解はもうオートスローとかオートドットとか使ったり、まあ、オートアタックはわかんないですけど、オートアタック使ってボタン連打してクリアしちゃう。 のがいいのかなって思いました。そのぐらい、えー、終始辛かったですね。<laughs> あの、ま、あ一応、オートアクセサリー使わないでクリアした身としては、オート回避、オートドッジとかオートスローとか使わないでクリアしたからといって、得るものは何もないっていうことだけはお伝えしておきたいと思います。はい。はい。というわけで、以上が私のファイナルファンタジーチャジージモードをクリアした感想、正直な感想、忖度なしの感想でしたね。はい。 もうボロクソですね。国境ですね。えー、叩かれたりするのも覚悟の上で、まあ正直な感想を語ってるんですけど、えー、まあこのままだと、ただ、ただ叩いて終わりだったので、じゃあどうすればよかったのかっていうことをここからは語っていきたいと思います。えー、まずね、新エンディングを用意する。えー、隠し召喚獣、隠しダンジョン、隠しボスを用意する。あと、オートを使わないで取れるトロフィーを用意する。プレイアブルキャラを増やす。 えー、これらのことをすれば、もっとゲームとして面白くなったんじゃないかなと思います。まあ、一つ一つね、解説していきたいと思います。はい、まず、新エンディングを用意する、なんですけど、えー、私今回ね、あんまりエンディングは好きじゃなかったんですよね。えー、これで終わりなのっていう表紙抜け感と、なんか後味の悪さみたいなものが残ったんですよ。まあ、ここは賛否あると思うんですけど。ですので、マルチエンディングとか分岐とかね、えー、2周目用意してくれれば、もっと楽しめたんじゃないかな、と思います。 はい、続いて、隠し召喚獣隠しダンジョン、隠しボスを用意する。えー、今作ね、召喚獣が7体しかいないんですよね。ファイナルバンタジー7とか召喚獣めちゃくちゃ多かったじゃないですか。ですので、えー、2周目はね、リバイアさんが手に入るとか、まあ、そういったね、あのー、要素があったら、もっと楽しめたと思います。 例えばなんですけど、オメガウェポンっているじゃないですか。あの、シリーズ屈の強、強キャラ。隠しダンジョンでオメガウェポンを倒すと、えー、隠し召喚獣オメガウェポンが手に入るとこだったらね、みんなやったと思うし、えー、それで3周目やる人とかももしかしたらいるかもしれないんですよね。ですので、まあ隠し召喚獣とか隠しダンジョンとか隠しボスを用意してくれたらもっと楽しめたかなと思います。で、DLC で今後追加されるんじゃないのって、あの、言う方いらっしゃるかもしれないですけど、 ねあの、DLC で追加するんだったら最初から追加してくれよっていう話ですよね。最初から実装しといてくれよっていう話だと思います。はい。はい、続いて、オートを使わないで取れるトロフィーを用意するですね。えー、オートアクセサリーがあるのはもういいんですよ。もうオートアクセサリーを否定する気もないし、使った方が楽ですし、はい。まあ、救済措置でもあるんでしょうし、オートアクセサリーがあるのはもう、まあもういいんですよ。でも、 オートを使わないで取れるトロフィーがないっていうのが、え、個人的にダメだと思ってて。え、例えばね、オートアクセサリーを使わないでラスボスを倒すとトロフィーが手に入るよとかね。あの、オートを使わないプレイヤーへの慰めみたいなものが欲しかったりですね。そうすればね、あの、オートを使わない縛り。 みたいなのをする人も増えると思うんですけど、まあ、今現状だとね、もう公式がオートアクセサリー使えって言ってるような気がしてならなくて、結局オートアクセサリー使った方が便利なんで、オートアクセサリー使わない人はただのド M になってるんですよね。はい。まあ、これがちょっと残念だなっていう点ですよね。オート、オート使わないで取れるトロフィーがあったら、えー、もっと楽しめたと思います。はい。続いて、プレイアブルキャラを増やしてほしいですね。 え、こちら先ほども語ったんですけど、えー、クライブ一人しかいないのが戦闘が単調になってる理由なんですよね。もうちょっとパーティーっぽくしてほしかったですね。はい。まあ、回復魔法を使ってくれる、バフを使ってくれる、魔法を使ってくれる、近接がめっちゃ強いみたいな。まあ、ファイナルファンタジー7リメイクみたいな感じにしてくれたら、えー、もっとね、あのー、アクションが面白くなったんじゃないかなと思います。はい。プレイアブルキャラが増えれば、えー、それだけ戦闘の幅も広まるので、楽しかったかなと思います。はい。 え、最後に、ファイナルファンタジー16自体の評価をしたいと思います。トロコンするぐらいまでやり込んでいるので、その権利はあるかなと思います。まず、良い点を述べます。まあ、ムービーは良かったですね。映像は綺麗でした。あと、デビルタイタン戦の時の BGM が良かったですね。あとは、まあ、あの、召喚獣バトルも1回目は楽しみました。はい、演出も楽しかったです。で、えー、クライブがかっこよかったですね。まあ、今作ね、えー、クライブがすごい、 常識人というか、あの、シリーズの主人公を通してみても、あの、常識がありますよね。大人って感じがしました。いい人っていう感じですかね。はい。で、まあ、普通に顔もイケメンですし、かっこよかったです。まあ、ここは良かったと思います。で続いて悪い点なんですけど、まあ、先ほど言ったのと被るんですけど、やっぱりムービーが多すぎる。ほとんど操作してる時間がないんですよね。もう、ムービー見てる時間、会話見てる時間の方が長い。あと、お使いが多すぎですよね。お使い多すぎなんですよ。はい。あとは、まあ、戦闘単調。オートアクセルが便利すぎる。 あと、ファストトラベルできるところが少ないんで移動が不便っていうのもありましたね。あと、チョコボ乗ってる時に箱が開けられなかったり、えー、まあ、いちいちね、あの、チョコボから降りるとチョコボが帰っちゃって呼び直すっていうのが面倒でした。はい。まあ、こんなところかな。まあムービーが多すぎるので、ちょっと済んだらまたムービーっていう感じなんで、これをゲームと言ってしまっていいのかは評価が分かれるところですかね。はい。はい。では最後に、ね、個人的な点数をつけて締めとしたいと思います。 点数をつけるなんておこがましいかもしれませんが、まあ、100点満点中ね、何点だったのか、えー、点数つけて、締めとしたいと思います。で、まあ、要所要所、神ゲーなところもあり、クソゲーなところもありまして、えー、個人的な点数は60から70点、まあ、65点っていうところですかね。神ゲーとは言えないんだけど、まあ、あ盆作、盆ゲーではある。クソゲーとまでは言わなくていいんじゃないかなっていう感じです。はい。まあ、次回作、ファイナルファンタジーィーが出るのであれば、期待しております。まあ、その場合はね、アクションか RPG に、 もう振り切っちゃったり、お使いを減らしたり。 で、まあ集会前提にするのであれば、集会を楽しめるような工夫をしてほしいなと思いました。はい。というわけで、まあ2週目、えー、ファイナルファンタジーチャレンジーモードでクリアした感想、まあ FF16 自体の、えー、評価でした。えー、いかがだったでしょうか今回の動画がね、少しでも皆さんの参考になりましたら幸いです。まあ今回の感想はあくまで個人の感想です。まあファイナルファンタジー16面白いという方もおられるでしょうし、ファイナルファンタジーチャレンジ面白かったという方もおられると思います。まあ共感してもらおうとも思っていませんし、まあその、面白いという方を否定する 気もないです。はい。まあ、ただただプレイしてね感じた、えー、正直な感想です。忖度のない感想です。はい。まあ,あくまで個人の意見として参考にしていただけましたらありがたいです。はい。では皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。また何か別の動画でお会いしましょう。セキュフォアチューティングセイネクスタイプ。